泡盛残波プレゼンツ読谷大好き飲み歩き。この番組は有限会社比嘉酒造の提供でお送りします。はい、読谷大好き飲み歩き、レポーターのはじめちゃんでございます。本日私が皆様にご紹介するお店はこちら、読谷村祖辺にございますホルモントンビさんでございますね。ここホルモントンビさんね、読谷村での豚肉専門店と言っていいでしょうね。どんなお料理がね青森散歩に合うのか楽しみです。それでは行ってみたいと思います。はい、それでは私早速ですね、店内の方お邪魔しております。お店の方お隣来ていただいております。大将でございますよ。お名前伺いましょう。お願いいたします。ホルモントンビ大将の池原です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日よろしくお願いします。早速なんですが、このトンビさんね、お店のこだわりなんかあれば教えていただけますか。沖縄の島豚を使ったホルモン料理および豚料理と、あと沖縄料理をメインにしてやっています。結構ね、トンビというふうにつきますけど、豚をメインという形ですか。豚の尻尾ワール重ですね、それから名前をつけてあります。だから豚専門店です。豚専門店、はい、豚専門店ということで様々なね、お料理あると思います。結構お店の雰囲気では、座席はですね、カウンター、あと畳、様々あります。何席ぐらいあるんでしょうか。全部でカウンター入れて45席ぐらいあります。結構ありますね。はい、あります。じゃあ団体で、ご利用されるお客様多い。はい、そうですね、団体利用客も多いです。お客様の層としてはどういった方々多いですか。地元の人、あとは沖縄の那覇だとか遠いところのからも来られる方と、あと観光客、あと移住してる人、あと珍しいのが旅行者、ツーリスト、海外からの、ヨーロッパ方面だとかスイスだとかルーマニアだとかドイツだとか、いろんな国の方が来店してくれます。はい、それではですね、グローバルなお店トンビさんでございますがね、こちらのねおすすめ人気のメニュー伺ってみたいと思います。はい、キャラさんお願いします。はい、まずは人気のメニューというと、分かりやすいのでホルモンの6種盛り、それはホルモンの部位の6種類の部位が入ってます。それが一番人気です。どういった部分ですか。部位はターン、レバー、ハツ、カシラ、ハラミ、あとノロベラの6種類であります。こちら人気、これがもうほんと7割方はそれから入りますね。はい、じゃあもう最初の一品はもうこれっていう、もうこれは大体も7割ですね。もう常連の方もこういうのから頼む。そうですね、まずねそれから入ってきます。その他には、あとは店の看板メニューのトンビ、豚の尻尾の料理です。トンビという名前の商品がある。そうです。これはどういった商品になっているんですか。豚の尻尾を揚げて味付けて、またいろいろあるんですよちょっと柔らかい、豚足より臭みがなくて食べやすいです。じゃあ豚でね、ちょっと臭みが苦手っていう方でもこれだったら食べれる。もう全然大丈夫で、あとコラーゲンたっぷりなんで、女性のお客様からすごい支持があります。すごいですね、女性の方ね、皆様ね、コラーゲンたっぷりでとても支持された料理ということで、ぜひねこちらトミさん来られた際にはぜひ頼んでいただきたいと思います。その他にもオリジナル料理みたいなのも何かあるんでしょうか。おー、いっぱいあります。ホルモンパストラとかホルモンのカルボナーラだとか、ホルモンカレー、ドライカレーだとか、もうホルモンとつくちょっと変わった装飾料理もいっぱいあります。なのでね、それであればいっぱいね、さまざまな料理の方対応しているということですので、ぜひね、ご注文いただく際にはこの、メニューをね、見ていただいて、ちょっと楽しんでいただくという。あと沖縄料理もチャンプル、そうめんチャンプルからゴーヤチャンプル、フーチャンプル、豆腐チャンプル、ほとんどのチャンプルが揃っています。はい、はい、それではですね、美味しいメニュー伺ったところでね、アルコールの種類をねお聞きしたいんですが、トンビさんもね後ろちょっとご覧になっている方はね、お酒の量多いと思いますよ。伺ってみます。大将、お酒の種類何種類ぐらいあるんでしょうか。
あと種類はもちろんビール、オリオンビールから、あとホッピー、あとハイボール、他カクテル、およびあの泡盛は30種類以上揃えています。あと焼酎もあります。あとは、読谷なんで東条さんのザンパは黒、白、ブルー、グリーン、古酒を揃えています。5種類もある。はい、5種類全部揃えています。これは嬉しいですね。まあ飲み比べなどもね、こちらでできるということですが、まあ、おすすめの飲み方とかありますか？はやっぱりドックの方がいいんじゃないでしょうか。ドック、はい。で、まあ、種類で言うとプレミアムなんか人気あります。はい。池原さんはどれがおすすめですか？自分は飲みたいですか？僕はもう全部飲みます全部飲むですね。はい、はい。まあ、青森ザンパの、ね、種類も伺いました。お酒の種類も伺いましたので、ね、このザンパに合う一品ね、トンビさんの一品ご紹介していただきたいと思います。トンビさんの青森ザンパに合う一品何でしょうか？たくさんありますが、その中でもやっぱり一押しはトンビ名物看板メニューの豚の尻尾の料理。それはもう味クーターで、もう青森にはもうピタンコという料理です。はい、先ほど女性にも、ね、人気の商品という形で伺ってましたが、やっぱりこれは女性にも男性にもおすすめ。はい、そうですね。もうコラーゲンたっぷりで、もうお肌ツルツルツル、もう美人になること間違いなしです。男性の方はそれなりにです男性の方はそれなりにね、まあ元気になれるということですのでね、青森ザンパに合う一品、こちらね、トンビさんのおすすめはトンビという、ね、ものでございますのでね、ぜひそちら、まあ、おすすめですからね、さまざま食べ方、食べ方はこれ何かあるんですか？食べ方はそのままです。味付けされてますから、はい、はい、そのまま食べれます。あとすごい人気があるんで、お持ち帰り用もありますんで、ぜひご利用していただきたいなと思います。ね、お持ち帰りでもね、こちら召し上げられるということなのでね、まあ、ちょっと、量が多かったりとかね、するためにはまた持ち帰って食べていただければなと思います。はい、それでは最後にですね、こちらトンビさんのね、営業時間を伺ってみたいと思います。こちらトンビさん営業時間は、5時半から終わりはだいたい最後は決まっていませんが、遅くても12時です。で、お客さんの経営によって11時に閉店する時もありますので、確認してください。で、火曜日が定休日になります。はい、ではご連絡先は098-957-6029、 ホルモントンビまでです。はい、ね、まあ、最後のラストの方がね、時間がちょっと不適になる場合があるということでね、まあ、10時過ぎぐらいにはね、ご連絡いただいて確認して来店という形が、はいはい、そうですね、ということでございますのでね、ぜひこちらチェックしていただきたいなと思います。まあ、大将からお店の PR 最後お願いいたします。はい、読谷で唯一の豚専門のホルモン屋トンビ、那覇だとか沖縄市だとか遠いところだと南城市、沖縄のあちこちから来店してくれています。読谷村の方に聞くと、すごい気になってるんだよねっていうのが多いんですが、店がダメになる前に来てください。以上です。まあ、お店のためになりませんのでね、ぜひね、皆さんお越しいただきたいなと思います。ね、楽しい大将いらっしゃいますのでね、おもてなしさせてね、してくれますのでね、ぜひご来店お待ちしております。ホルモントンビは飲酒運転撲滅に協力いたしております。飲んだら乗るな、大根さん使いましょう。今夜も琉球泡盛ザンパで、あり乾杯。琉球泡盛ザンパプレゼンツ、読谷大好き飲み歩き。この番組は有電会社東酒造の提供でお送りしました。来週もお楽しみに。